はい、皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。というわけで今回は荻野貴司選手使っていきたいなと思います。今年最多安打と最多盗塁に輝いた荻野選手ですね。年齢は今年36歳なんですけど、まだまだ元気ということで、実はですねプロスピで荻野選手使ったことないので、これが初使用になります。それでは軽く能力見ていきたいなと思います。弾道が中弾道、ミートが80、パワーが69、走力が82ということで、称号でミートと走力の A 同値狙うことができます。守備能力はセンター適正が C、 レフトライトが D、裏捨てが DCB と、まあ、メインはですねレフトなんですけど、センターの方が適正は高くなっています。まあ、今年ですね、ゴールデングラブ賞を獲得しましたし、まあ、もしかしたら来年適正上がるかもしれないですね。特殊能力が超片目打ち20丸、プルヒッター回チャンスということで、いつも通りプルヒッターはつけていません。まあ、こんな感じのですね、能力になっているんですけど、まあ、荻野選手といえばやっぱり応援歌ですよね。だいたいプロ野球の好きな応援歌ランキングみたいなやつの上位を占めている荻野選手の応援歌なので、今回は人気応援歌選手でリアタイやっていきたいなと思います。それではやっていきたいと思います。今回はですね、プレーもそうなんですけど、応援歌も、いつも以上に楽しんでいただければなと思ってます。よー、抜けない。まあしょうがないですね。まあでもやっぱ荻野選手の応援歌好きだな。もう嫌いっていう人いないでしょ。でまあ山田選手ももう当たり前ですけど神曲ですよね。なんかもう聞きすぎて、なんかそういった感が薄れてるような気はするんですけど、あの代表戦とかのあの大合唱コールもすごいですよね。いやボールか、いやそれ振っちゃうな。そしてもう吉田選手ってのはやっぱ境地ですよね。もうこれ人気ありすぎ。ここ最近だと一番人気あるんじゃないかな。最初は変化球できました。おー、K 完璧で、ビシエドのチャンスバージョンですね。個人的にはもうめちゃめちゃ好きです、この応援歌。ミサ、先ほどは鮮やかな先制点ですね。うん、そうですね、理想的な形ですよね。さあ、この勢いをこのまま続けることができるか。ちょっとできるだけ応援歌聞かせたいので、ボールは見ていきます。はい、変化球が決まっています。あ、入るか。よいしょ。いやどうでしょう、長径はまる。うわー、よかった、ギリギリ抜けた。ただちょっとチャンスになっちゃうとちゃん手が流れ始めるので、今回ちょっと村上選手の固有じゃない、個人の応援歌は、流れません。あー、惜しい。ちょっと流れてないんですけど、個人的に村上選手の応援歌もめちゃめちゃ好きですね。内へのスライダーはボールになります。これがアーティスト。まあいい感じで回せてるし、今回ちょっとねチャンス作らない方が個人の応援歌流れるから嬉しいんですよね。ということで、まあもうみんな大好き殿崎選手ですよ。まあ、殿崎選手の応援歌はどちらかというと癖になりますよね。はい、変化球が決まっています。あー、ボールですね。はい、変化球が決まっています。ワンボールツーストライク。
いやーこれ正面つくな。いやーもうちょっと回したかった。まあ、応援歌自体ね、各球団によってその収録されてるダウンロード応援曲って結構変わってくるんで、まあ、荻野選手とかねそこら辺の選手の、応援歌は歌詞付きなんですけど、まあ、山田選手とかはね歌詞がないんで、まあ、そこら辺はちょっとしょうがないかなと。で嫉妬をかますし、相手の方も打ち損じるっていうねこのグダグダ対決。まあ、個人的な話になるんですけど、自分はこうやってね、アカウントに、応援歌入れていつもリアタイやってるんですけど、スピリーグのアカウントって応援歌入れれないんですよね。で結構そのプレイしてる最中に応援歌があるのとないのではモチベーションが本当に変わってくるんですよね。結構ねスピリーグのアカウントをやってる時なんか寂しくなりますね、応援歌ないから。なので一応コナミさんにスピリーグのアカウントも応援歌つけれないですかねってお願いしたんですけど、まあ、あの実現するかはわからないです。多分ツーシームでいける。よし、おっとこれは危ない。これたまにありますからね、キャッチャーピッチャー間ヒット。続いて西川選手です。西川選手めっちゃ好き。完璧、入るんじゃね。おえぐ、これが広角ですよ。まあ本当に中南道でも広角あれば余裕で逆方向入りますからね。続いて森選手も、そう森選手の応援歌触れてなかったな。森選手の応援歌もまあキャッチャーの中ではかなり人気だと思います。で足立選手めっちゃ好き。おっとこれ相手の方切断したくさいな。せっかく足立選手の応援歌流れてるのに。それではですねちょっとオーダーをガラリと変えてやっていきたいと思います。まずはオリックス糸井選手ですね。もうめちゃめちゃ好き、糸井選手史上一番好きです。てか相手の方真摯にマー君なんですよね。実はあんま打ったことないんで。よいしょ、そして荻野さんです。ちょっと荻野さんでも1本ぐらいヒット打っときたい。簡単に追い込まないで、簡単に追い込まないでくれ。いやー今のなーちょっと長打狙えたかもな。さあフルカウント、ここは打ちましょう。いやまた正面か、これ連続ライトライナー打っちゃった。そして楽天時代のウィーラーですね。このウィーラーってのが好き。最初は変化球できました。おお入ると思った今。いやもうちょっと応援歌を聞かせたかったんですけど早かったね。で福浦選手なんですけどちょっとチャンスになってしまったんで、あれだな、応援歌設定オフにしてくれよかった。チャンステーマオフにすれば個人曲聞かせれたんで、ちょっと今回失敗しましたね。まあでもちょっとチャンテも楽しんでいただきたい。あぶね。さあ今チキチキバンバンが流れてますが、まあね、個人的に好きな応援歌、個人の応援歌でもいいですしチャンステーマでもいいですし、そういったのがあればですねちょっとコメント欄で教えていただきたいです。ちょっと今回のね、この動画がちょっと好評だったらまた違う選手使ってねこの応援歌打線やってみたいなと思うので、まあ、この応援歌聞きたいというのがあれば、ぜひぜひ、コメントしてください。よし、とりあえずつなごう。でワンベースでいいよ。よし素晴らしい。中日はね歌詞あるんですよね。
よーし、繋いでいこう。お、坂本選手の時に G フレアはいいですね。あー、振っちゃったボール球。それでは2回の表、相澤選手です。あー、ダメだ。うわ、引っ掛けた、もったいない。で、1番に戻ってきましたね。同じカープの星で言うなら石原さんなんか名曲で有名ですよね。はい、今日は調子良さそうですよね。そうですね。田中、まずは先頭バッターを打ち取っています。よし、とりあえずちょっとね、荻野選手でヒットをまだ打ってないので、ここら辺で打とう。1塁です。2番バッター荻野、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前のよ、ラッキー。ウソン、そこはホームラン打つ流れやったやん。マジでしくった。私嫉妬打てないのよね。ヒットにできただけでマシかもしれない。あー、マジかーで、今のもヒットにできないと。さあ、そして打席には福浦が入ります。さあ、ツーアウトながらなお足は続きます。ここはしっかりダメ押ししておきたいところですよね。なるほど、そうですね。なあ、ミスったー。というわけで今回ですね、人気応援歌打線という、まあ、初の試みでちょっとやってみたんですけど、まあ、いかがだったでしょうか。まあ、人気があればですね、また、別のシリーズやってみたいなと思います。先ほども言ったんですけどね、この選手の応援歌好きとかあれば、コメント欄で教えてください。